はい、次もですね、今をときめく、ときめきまくってる、監督ですかね。ロイス・エンリーケ、エンリーケですよ、エンリーケ、スペイン代表監督。まあ、エンリーケもですね、もうスペイン代表監督なんて4年かな、本当にチームが完全に成熟してきて、おそらくですね、森保ジャパンをフルボッコにするっていう。いや、森保大丈夫か、お前、ほんまに。勝てると思えへんな、森保がルイス・エンリケに、その勝ってる姿が印象、なんか想像できへんな。いや、すごいよね。まあでもね、エンリケもうクラブで全て勝ち取ってますからね、まあ監督としてですけどね、バルセロナで3冠成し遂げてますから、チャンピオンズリーグ取ってますからね、MSN だっけね、MSN だっけ、分からない、メッシ、スアレス、ネイマール、ね、あの3取って。でもこの人も意外と、バルセロナの監督なんですけど、意外と現実主義者というか、あの時でも結局その3人に、攻撃を任して、他の7人は、まあ、基本的にはまあちょっと、ディフェンスで頑張るみたいなね、そういうチームだったんですよ。だからちょっとバルセロナの監督というか、スペイン人なんですけどちょっと特殊というか、まあ、今っぽいというかね、バルセロナのそのパスをつなぐサッカーばっかりにこだわってるわけじゃないっていう珍しいタイプですよね。で、何が珍しいって、この人ね、バルセロナでプレイする前、レアル・マドリードでもプレイしてるんですよ。もちろんそんな記憶はね、全然俺もないんですけど、その時点でちょっとやばいでしょ。レアルからバルサに移籍するって普通じゃないでしょ。やっぱね、そういうところがやっぱね、すごいんですよね。でも、プレイヤーとしてどうなんですかね。俺もあんま記憶ないですけど、どっちかって言ったらサイドで、テクニカルな選手っていうのもエネルギッシュな選手。そんな印象かな。そう、エネルギッシュな印象があるかな。そう、だから監督からしたらめちゃめちゃ愛されるよね。確実にチームのために働いてくれる選手やから。そう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 。あんまでもプレーそのものの記憶はないけど、なんかスペイン代表っぽくない選手。どっちかというとイタリア人気質というか、なんかハードワーカーな気がしたね、右サイドで。点も取るし、ディフェンスもするし、みたいな。この人でもね、イタリアね、監督で行ってるんですよ、ローマに。で、半年ぐらいして、もうええわって辞めたんですよ。で、バルセロナに行って大成功を収めるってね。まあ、バルセロナ、ローマで何があったのかちょっと知らないですけど。いやー、ねー、ちょっとスペイン代表との試合はちょっと想像絶するな。ボッコボコにされる気がすんねんけどな。大丈夫かな。いや、大丈夫じゃないよね、森保。勝ち目ないよね、森保に。はい、まあ、そんな感じで、ルイス・エンリケ、でした。